ハロー YouTube、 革命家デモ聞きファニーフェイスパオゆうたろう、 MC の南とゆうたろうでございます。よろしくお願いします。ついに第3弾ですね。第3弾です。というわけでこの第3弾、一気にいきますよ。今回紹介したい方はダンサー兼友人であります増田俊夫さんでございます。イエー、来ましたね。今回は友人ですね。はい、増田俊夫くん、はい、思い出いっぱいです。はい、簡単に紹介させていただきます。俊夫さんは、円のダンススタジオ渋谷本校 A スタジオにて、月曜日の3時半から5時までヒップホップの入門クラスを教えています。皆さんよかったら足を運んでみてください。はい、皆さん運んでみてください。はい、そうですね、非常にレベルの高いクラスだと思います。はい、まあでも本当にやりがいのあるクラスかなっていうふうにインスタグラムで見た感じはすごい感じましたね。はい、皆さん感化されるように、そこで足を運んでみると新しいものが得られるかなと思います。はい、じゃあ最初にいきますね。はい、まずとしくんってどんな人でしょうか。いや、そうですね、まあ、トシ君ってとんとんと誠実であって軸がしっかりある、うん、でなおかつ大阪の方でもロス行く前しっかりダンス の専門学校を卒業されているので、ダンスの基礎っていうものはある程度全部入ってるんですよ。なおかつその上でロスアンゼルスに大学留学してまして、はい、でなおかつその黒人 そのグルーブそういうのがすごい好きだということで、はい、なんか乗るっていうリズムの乗り方についてかっこいいっていうことをなんかトシ君おっしゃったんで、でもそこに行くにあたってやっぱり基礎っていうのがすごい大事、トシ君の中でものすごい大事にされている部分なんで、はい、僕本当にダンスのアドバイスとかも求めたりするときとか、どうしたらいいかなとか、なんか前他のことでも相談するときっていっぱいあるんですけど、大体言われることっていうのは本当に基礎のことだったりとか、本当になんていうんですかね、こうアタックが一発ストレートで来るっていう感じで、なんかこう人をなんかバーンっていうぐらい、感化させるぐらいしっかり言ってくれる人なんで、なかなかいない人です本当に。うん、こういう風にやってなんか今のご時世なんか人と揉めるとか、なんかそう言い争うとか、人に直接言うっていうことってすごい嫌がる人って多いと思うんですけど、そういうことを全く好まずしてしっかり自分の意見をしっかり言うっていう軸通った方なんで、でも本当にこのチャンネルにいる人って多分みんなそうかもしれないですそこは一貫してるかなっていうふうに思いますし、でまあ僕自身ロサンゼルス行った時にまず初めにトシ君と接触した時に、僕日本でもアイスレッスンしてましたけど、はい、マイケルとケント森さんのモノマネをしたんで、トシ君と接触させてもらった時にやっぱり圧倒的にダンスとしてのスキル全く足りないしっていう話で、まあ、それも現在今どうなのか分かりませんけど、もちろん足りてない部分もあると思いますっていうこともあって、アイソレーションだったりとか、まあ、本当トシ君がダンスの基礎を一回教えてくれたなっていうのもあって、本当に感謝の気持ちっていうのはそこにありますね。基礎を全部トシ君が教えてくれたっていうか、まあ日本でもやったんですよでもなおかつその上でなんか乗せてくれたっていうのもありましたし、もうキングオブスワックですよね元ね、はい、でその真帆さんに出会ったきっかけっていうのも、まあ、トシ君からこう伝えられた話で、そこからカーニバルの方に足運んだり、ミレーナの方でたまたまこうお会いできて、ほんとすげえなと思って、やっぱトシ君がその千里眼で見てる人ってほんとすごいんだなっていうのも感じさせられて、なんかちょっと真逆のタイプでこうあったのかなっていうのも感じたんですよ、トシ君に関しては。でケロ君っていうもうキムワークスワック のクルーの方で、はい、トシ君は今違うことで活動されてると思うんですが、ケロさんをちょうど 2,3 ヶ月前ぐらいですかね、はい、紹介していただいたんですよ紹介していただいたというか、やばいっすよケロ君マジやばいっすよみたいな感じでトシ君が来て、で行ってみたんですよ、まあ、実際生の踊りは見れてないんですけど、本当に動画で見た時にもう半端じゃないんで、もう生で見たいな生で見たいなってすごい思ってるんですけど、なかなかやっぱコロナなんで今本当ちょっと行けてないっていうのもありまして、本当にだからもうトシ君にはね本当いろんななんかこう教えてもらうという、軸のあること基礎っていうものをしっかりこう持ってる人を完全に教えてくれるっていう、なんか本当にありがたいっていう思いがいっぱいありますし、そうですね、それ以外にあるって言ったら何がありますかねっていうぐらい、まあ、とにかく本当にダンスが本当に好きなんだなっていうのは、全部全員に精通してることなんですけど、まあトシ君もトシ君でマジで本当に全然桁違いに好きだぞっていうふうに思います。トシ君との LA での思い出
これはですね、喋ることの内容が非常に P が入ることが結構多くなってしまう可能性が高いので、まあ巻きでいきましょう。まあ一つにクリス・ブラウンです、はい。はい。皆さん知ってると思いますけど、ダンスやってる方、また音楽好きな方であれば誰も知ってると思うんですけど、クリス・ブラウンさん。クリス・ブラウンさん、僕当時ロサンゼルス行った時に一回拠点変えてノースハリウッドに住んだんですよ。はい、初め違う場所だったんですけど、ノースハリウッドって言ったらもうその時当時あのデイビーやって、ML あって、ミレニアムだって、で、その ML あったんですけど、ML の中でも本当に僕、大嫌いなダンサーいるんで、一人。その大嫌いなダンサーに関しては今度アンチ動画出そうと思ってるんで、あ、これちょっと別件ですよ。すいません、こっちも違いますよ。はい。本当にそいつ、その人に関してはあの感謝の言葉数が一つもないんで、はい、それちょっと楽しみにしておいてください。というわけで、そうなんですよ、その3個の中の場所で、真ん中にフィットネスクラブがあるんですよ、ジムが。で、その24フィットネスってところで、僕たまたま水泳好きなんで、めちゃくちゃ泳いだんですよ。あの、まあ、ダンスの、 あの癒しというか、まあ、ちょっと自分のリフレッシュ空間という感じで、泳いで、帰りにロッカー終わって、で、それで歩いてたら、たまたまなんかすんごいでっかい、もうなんかもう横綱じゃないですけど、本当になんかもうそんなの巨体の、何食ったらこんな体になるんや、みたいな感じのやつらで、もうそれがもう、まあ、そういうやついっぱいいるんですよ、ジムに行って。ジムにいっぱいいるんですけど、でも やたら黒服で3人やったり、やたら目立つじゃないですか、そこ。で、そこの真ん中に、あれこれもしかしてクリス・ブラウンじゃねえみたいな感じだったんですよ、僕。うん、なって、これマジで本当クリスだったらやばいわと思って、で2回確かめたんですよ。いや、これマジ本当クリスだわと思って、もうこれ行くしかないと思って、ハンドシェイクしてもらおうと思ったの。絶対マジこれだけは逃さんと思って、もう何でもいいからっていう感じだったんですよ。もう行って3ヶ月ぐらいです、本当に。3、4ヶ月。で、それで、マッチ行って、この、プレイ、ヘイクレス、ヘイクレスって、ハンドシェイクレスみたいな感じで言っても、まあ、第1回目も第1回、普通にその SP が、おい、ワンタイムみたいな感じで来たんですよ。ね、もう次、もう関係ねえこっちはと思って、もう一回行くぞと思って Hey Chris, I love your style, I love your song みたいな感じで Two time って言って、で、その前に一回 Three time みたいな感じで警告来たんですけど、もう関係ねえと思って Hey Chris, Hey Chris みたいな感じで言った瞬間にダーッとフッシュアップされて、金なんだよこいつらと思ったんですけど、もう何なんだこの巨体色のこの3人衆はみたいな感じだったんですけど、で、クリス・ブラウンさんはもうガン無視です。ガン無視っす。あんなに大きな声で出してこんなにはるばる日本からロサンゼルスまで行ってジムでたまたま出会えて大声出しても届かねえっていうあの思いがありましたね。それをトシ君に話したんですよ、学校で、はいはい、そしたらトシ君が「ユタラ君それマジっすか、写真あるんすか？」みたいな、ちょっとなんかこう疑いの目で見てくるんですよ、こういうのでいや勘弁してください、これマジなんすよっていう感じだったんですよ。で、その案の定2日後ですよ、トシ君もそのメンバーで会員だったんですよ、ジムで。たまたまトシ君、それ日、5月5日、誕生日だったのに変わらず、なんでそこにいたのか知らんすけど、誕生日の日に、わかんないですけど、で、そのクリス・ブラウンとトシ君がロッカールームに撮ってる写真を、インスタグラムに上がってるのを見て、で、クリス・ブラウンも5月5日なんですよ、誕生日が。どっちも子供の日生まれで、で、なおかつその次の日会った時にマジでクリス・ブラウン会いました、ユタロくんってなって、で、そうですよね、いましたよね、クリス・ブラウンさん、本当にそういたんですよってなったんですけど、あの僕弾き飛ばされた人間なんで、あのこういうダブルピースとかこういう感じの、あのインスタバズるとかそういうのできなかったんで、あの本当になんかよかったな、トシ君っていう思いとともに、あのジェラシーっていうのもあったんですけど、若干ね、若干ね、まあ、ハンドシェイクはしたかったなぐらいです、はい、まあ、そんな、もうさておき、まあ、本当についこの前の日、食べ続きで言うと、まあ、みんな泳ぐじゃないですか、はい、まあ、友達連れでも泳ぐ中でも、トシ君、ほんとジャグジーの中でも一人で、あのなんか哲学書とあの経済書読んでます。でほんとひたすら勉強してます、なんかもう経済の本とかもう速読できるんで、みたいな感じでずっとジャグジーの中で泳がずして、ずっと本読んでます。あれは何なんだろうっていうふうに今思うとちょっと若干不思議ではあるんですけど、突っ込んでほしかったのかなと思うんですけど、僕にその大阪での対応ができないんで、やっぱ関東の人なんで、でも本気で読んでました。でも本当だからやっぱりあの勉強っていうよりなんか人生のためになるの、もう本当すごい好きな方なんですよ。だからすごいやっぱ博識なんですよね、実際。だからすごいやっぱこういうダンスを見る目でも、なんかそういう意味でもいろいろこう知識っていうものでもダンス IQ っていうのもすごい高いと思います、本当に。その実力とかそういうので世界同等とかそういうのは抜きにして、はい、IQ っていうのはすごい高いなっていうふうに思いますね、うん、だからやっぱりアドバイスした時にしっかりしたアドバイスをしっかりぶつけてくれてますし、うん、っていうのもありますしね、はい、うん、まあ、次オーディションの時はまあ踊らせてくれない、なんかちょっとアンフェアなジャッジを行われた会社があったんですけど、はい、まあそちらについてはまあとりあえず日本人最後3人だったんですよ、はい、その時まあトシ君の中がガチ切れ状態という、うん、踊らせてくれねえのに何をジャッジしたみたいな感じぐらいで、もう関西弁で猛烈一人でぶち切れてるっていう状態で僕
タバコでよく吸ってますけど、普通にもういいやみたいな感じで、トシ君に対してじゃないですよ、もうこのオーディションいいやみたいな感じだったんですよ。でもう一人は、まあ、普通にジュース飲んでたりって感じだったんですけど、トシ君一人でぶち切れてる状態でまあ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 、気持ちも、まあ、僕もぶち切れたい気持ちがあったんですよ、正直。でもまあそれでも次のクラスなんかレッスン一緒に行きましょうよって感じで言って、まあ普通に安牌で終わったかなって感じと、ひまわりの種事件ひまわりの種がトシ君がやたらハマりすぎちゃって、はい、後輩にひたすらひまわりの種を食わせるっていう事件があのロサンゼルス、僕らの周りで非常に起こっていたという、まあ、こちらについてはね、あまり詳しい情報が話せないんで、若干ピー入っちゃうかもしれないんですけど、まあ、ひまわりの種がめちゃくちゃ食わされていたという事実もありました。で、まあ、あと学校、まあ、そうですね、そのトシ君がガム食ったらしいんですよ、クラス中、授業中、うん、で、なんか先生がお前ガム食うなよみたいな感じで注意してきたらしいんですよ、トシ君に、はい。で、その先生は普通にコーヒー飲んでたらしいんですよ、注意しながら、なんかお前もコーヒー飲んでんじゃんみたいな感じで普通に言い返して、で、そこをなんか退出させられたみたいな、なんかなんかまあいろいろちょっとなんかそういうなんか問題行動を結構起こしてた。まあでもすごい英語めっちゃ上手いですからね、トシ君。だからやっぱダンスとか見てるとそうなんですけど、A のダンスとかもそうなんですけど、全部もう英語でリリック全部入ってるじゃないですか。やっぱすごいなと思いますよ。僕なんか本当に英語全然できないんで、補習クラス行って、補習クラスの中であのベッド作ってたんで、あの椅子で。で、金払ってるんですよ、それ。もう20ドル、30ドルとか、普通に払ってるんですけど、もう学校行きたくないんで、正直言って。ダンスの練習したかったんで、あの一人で、一人でやりたかったんですよ。だからそれでもベッド8丁目並べて、こうやってこうなって、あーって言って、携帯マイケルと、その時の自分のダンスの映像とか、ビンタコさんとか、その見てたんですよ、ケンズさんとかマイケルとか。で、見ながらやってて、で、そのリンジーっていう先生がいて、リンジーが、それ君のベッドなのみたいな感じで言って、え、そうだよみたいな感じで言って、あ、そうみたいな感じで、もうなんだろう、もう相手されてない、このステーピーとバカだこいつがみたいな感じで、もう終わったっていう話もありましたね。はい。っていう感じですかね、トシ君との思い出。話したらもうキリがないんでね、うん、もうパート2、パート3、パート4とかもね、もう友人だけのやつもやってみたいです。最後に、トシ君へ一言お願いします。最後の一言、そうですね、やっぱりこう自分が持ってなかったものをこう紹介してくれたり、その道しるべになるものをこう紹介してくれる。で、なおかつトシ君自身の中でのやっぱりあの中国に行かれたり、自分でこういろんなところで活動の幅広いじゃないですか。なんか中国に自分でレッスンされたり、アイドルを教えたりとか、あの聞いたんですけど、トシ君に、うん、まあそれは過去ですよ、過去ですよ過去ですよ、うん、まあ、なんかそういう風に広いなと思いますし、まあまあまあもういいとして、まあ、まあ、電話したんですよ電話したんですよ、はい、まあ、今回の話もね。で、まあまあまあ言わないでほしいこともあると、まああったんですけど、いろんなことで、まあ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 それは抜きにしてね、まあ、トシ君っていうのは本当に何だろう、今後の活躍っていうのもすごいなっていう風に展望があるみたいで、そちらの方もなんかまあ皆さんあのインスタグラムとかでもチェックしていただきたいなっていうふうに思いますし、なおかつこの電話した時にあのセッションちょっとしてくれないかなっていうことでことをお伺いしたんですが、ちょっとゆうだるくんちょっと太ってません？って言われたんで、んはい太りましたっていうふうに言ったんですけど、まあ、筋肉量は増えて運動量は増えたんですけどねって言ったら、あ、まあじゃあそれいいっすね、とりあえずまあじゃあ痩せたらセッションしましょうよみたいな感じだったんで、あの痩せますはい、ということで、あのトシ君には本当になんか感謝の気持ちでしかないんですけど、あのちょっと真面目にねこうね答えるっていう場っていうのはなかなかこうやっぱあれなんで、友達だしらね、飲んだ時とか、まあ、コロナが終わってからでもいいと思うんですけど、まあ、この場でお借りてでも、まあ、いろいろ一道しるべだったり、いつもこうアドバイスをいただいたりし、本当になんていうのか、本当にご丁寧にありがとうございますという、ともに今後に活動を応援してます。また何かあった時は、はい、よろしくお願いいたします。ということで、あ、このページに概要欄、トシ君のチャンネル貼らせていただきますので、インスタグラムなどもチェックしつつ、トシ君のあのクラスの方にも足を運んでみてくださいということで、今後のトシ君の活動にも注目です。そして僕らのチャンネルの方もグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントなどもいただけたらよろしくお願いします。バットボタンでもいいですよということで、今回はバットボタンやってくださいね。次回からのやつでお願いします。特にミレニアムのアンチの動画を上げる時にお願いします。はい、それでは、トシ君今回ありがとうございました。ありがとうございました。本当に活躍祈ってます。それでは皆さんまたねー。バイバーイ。次回は違うダンサーを紹介します。